Welcome to Healing Mose. はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。お久しぶりです。お元気でしょうか。今日はね、いよいよ6月の21日に夏至が来まして夏至になって今一番まあパワーが強い時になっています。そしてこれからまあ夏至から次は小さい暑いと書くんですけれども、7月の7日あたりに小暑というものが来て、その後8月の8日、真夏真っ盛りなんですけれども、立秋がやってきます。今日はこの夏至から立秋までの流れで、いつ赤ちゃんが授かりやすいのか、来てくれやすいのかというのを見ていきたいと思います。まず、こちらのタロットで、赤ちゃんの気持ち、今パパさんママさんにお空の上から何を伝えたいのか、まずこちらのカードから見ていきます。そして流れは今日はこのタロット使っていきます。夏至、小暑、立秋、この中でいつ赤ちゃんに授かりやすいのか、もしくはそれ以降なのかを見ていきます。そして今日は、このルノルマンとタロットで流れを見ていくのと、あとこちらのオラクルカードで赤ちゃんの気持ちも追加で見ていきたいと思ってます。はい、じゃあ今日選んでいただきたいのは、左から1番、真ん中の方2番、一番右の方3番です。というかカードをね、私こちらのカードはね開いてませんでした。開きますねはい、じゃあまず一番左の方が、あなたが人生の主人公です。一番の方がこちらのカード、はい、そして2番の方、はい、2番の方がいつもそばにいるよ。そしてこのカードです。さあ、これが2番の方、そして3番の方、はい、本当の自分に気づく、はい、これが3番の方です。じゃあ今日はこの3択で赤ちゃんの気持ち、そしてこれから夏至から立秋までの間でいつ赤ちゃんに授かりやすいのか見ていきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは1番の方、はい、見ていきます。まずはお空の上で赤ちゃんがパパさんママさんのことをどう考えているのか、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。これでいきましょう。はい、じゃあ赤ちゃんの気持ち、さ、見ていきます。どうかな、パパさんママさん、はい、まず出たのがソードの7聖地、ソードの7聖地、カップの7聖地、ほう、7がね2枚続きました。そして
コインの5のリバース。はい、まずこの今の段階で赤ちゃんが言っているのが、こうなんとなく赤ちゃんが少しぼんやりしてるイメージがあります。なんかこう迷ってるって言えばいいのかな、なんかこう赤ちゃん自身がパパとママのところに行きたい気持ちっていうのはあるんだけれども、この赤ちゃんが行くことによってなんか金銭的な負担をかけてしまうとか、例えばその治療にお金がかかってしまうとか、そういうことがあって赤ちゃんが少しこう躊躇しているように見えるんですよ。本当に行っていいのかなっていう感じがまずこの3枚のカードからまず感じたかな。カード続けていきます。カップの4のリバース、これはねリバースの方がいいです。おっとまた7が出ましたよ。ワンドの7リバース。おお、マジシャン正位置が出た。はい、赤ちゃんの気持ち、迷いながらも、やっぱりパパとママのところにこう行きたいとか声が聞きたいとかそういう気持ちはすごく強いかな。こういろいろ迷ってたんだけど、でも結果的にはもう迷いがなくなるっていう風な感じがすごく出ていて、やっぱりなんとなく男の子っぽいイメージがあるんですけれども、こう僕を受け入れてくれるとか僕とすごくフィーリングが合うとかそういうことをなんかこの赤ちゃんが感じている分かっている、そんな感じがしています。カード続けていきます。バンドのクイーンリバース、これね一番のママさんのことだと思います。おお、ラバーズが出ましたね。はい、ラバーズ正位置が出てます。そしてはい、ワンドのエースのリバースです。さあ、じゃあこれがまずね赤ちゃんの気持ちなんですけれども、今回非常に象徴的だなと思ったのがまず7のカードが3枚出ていること、そしてダイヤルかなが、マジシャンとラバーズ、これが両方とも正位置で出ている、これが非常に象徴的かなというふうに思いました。そして赤ちゃんの気持ちなんですけれども、ママさんのこと、はい、心配してます。ママさんが今こうお仕事が例えばあんまりこう集中できなかったりとか、こう今ママさん自身がこう笑顔があんまり見られなかったりとか、こう生き生きこうしていなかったり、なんとなく塞ぎ込んでしまったり、泣いちゃうことが多かったりっていうことで、すっごく赤ちゃん心配してますよ。なんかママらしくないというか、どうしたのママっていう感じですごく心配している。こう早く元気なママに戻ってほしいなっていうふうに言っていて、そして、ママに、エネルギーをあげたいっていう気持ちがすごくあるのかな。なのでここはワンドのエースのリバースが出てるんだけど、こうママにあげるエネルギーをなんかこう届けたい。ラバーズっていうのはコミュニケーションを表すので、このエネルギーをママに伝えたい、届けたい、僕に愛があるんだよっていうことを言いたいっていうことをこのね赤ちゃんはすごく言ってくれていて、
そして、まあ、このマジシャンっていうのもコミュニケーション、そしてラバーズっていうのも彗星、コミュニケーションを表してるから、とにかくね、この赤ちゃんっていうのはいろいろ迷うことがあるんだけれども、実際にこう行くこと、赤ちゃんは今、まあ、このねこう山の上にいて、両足はこうもう宙に浮いていて、今後ろ足だけでこうなんか踏ん張っているような状態で、あとは飛び立つかどうかっていうところで、今こう勇気が、あともうちょっとの勇気っていう感じのところなんです。でもこの子はきっと頑張れると思う、なぜならばママに勇気を届けたいからっていう、こうこのね赤ちゃんの頑張りっていうのもすごく見えるような感じがする。なので、まあこの赤ちゃんの気持ちとしてみればね、僕自身すごく不安なこともあるんだけれども、やっぱりママのそばにいたい、ママに勇気づけてあげたいっていう気持ちがすごくある、優しい子みたいで、早くママのところに行きたいっていうことをすごくすごく言っている。ただ金銭的な問題とか心配とかかけてしまってごめんねっていう気持ちもあり、とっても優しい子なんじゃないでしょうか。思います。ちょっとこれでも見てみますね。これでもね、今日は赤ちゃんの気持ちをちょっと、はい、これ、はい、アクションが出ました。今ね、こう赤ちゃんの中ではすごくねこう迷う気持ちがあるんだけれども、でももう赤ちゃんが決めたって言ってます。もう僕行くって決めたから、行動するからっていう、案外ねこれは赤ちゃんが来てくれるタイミング、もしかしたらね早いかもしれません。ここの気持ちも見てみますね。まあこれアドバイスとしてとってもいいし、まあいろんな取り方ができるんですけれども、今回出たのがラブと、はい、クローザーが出ましたね。両方すっごく綺麗なピンクですよね。あの赤ちゃんがね、やっぱりこれ心配してるのかなって思いました。クローザーっていろいろ意味があるんですけれども、まあ休むとか、あのそういう意味もあるし、解決するっていう意味もあるんですよね。なのでもう道はもうここまで来ているって感じ。あとはこのパパさんとママさんと赤ちゃんがこう3人がラブでつながっているっていうことを、このカードは言ってくれてるんじゃないかな。この愛はきちんと解決ができますよっていうことを、この、このね2枚のカードで伝えてくれているような気がします。じゃあ見ていきますね。今からじゃあ実際にいつ赤ちゃんが来てくれるのか、はい、しようかな。はい、行きましょうか。じゃあもうこれは開いていきますね。はい、まずは過去、カップのキングリバース、現状、カップのクイーンですね。やっぱりこれママさんのカード、現状で出てます。そして未来、カップのナイトのリバース。おお、カップ、感情とか愛情のカードがとても出ています。そして次はアドバイス、アドバイスはワンドの2のリバース。さあ、そして今から夏至、小暑、
立秋、まあ、その先ということでカードを開いていきます。素晴らしい。まずこれからの1ヶ月フールが出ましたね。新しいスタートです。そして少々、はい、ここでコインの5ですね。ここと同じカードが出ました。コインの5、すごい太陽が出ましたよ。立秋、立秋太陽が出て、その先、はい、ワンドのクイーン、ここですね。このカードと同じカードが出ました。さあルノルマンも引いていきますね。うん、これかなり可能性高いんじゃないでしょうか。ご主人のカード、ご主人のカードと釜が出てたから、過去はもしかしたら例えばこうご主人にご主人があんまり例えば余裕がなくって、なんかこう昔はそんなにこう赤ちゃんを望んでいなかったとか、ご主人の方が消極的だったっていう可能性があるのが過去。そして今現状が、はい、もういや、いいですねこれ。ほらライダーとね、カップのクイーンが出てるから、これ嬉しい知らせがやってくるよっていうの、これ今なんですよね。そして未来が、あ、また男性のカードが出た。うん、男性のカード、まあこれご主人、もしくはこれね、赤ちゃんかもしれません。私男性というか男の子っていうイメージがあったので、うん、これね、カップのナイトリバース、少し赤ちゃんがこうなんかこう迷ってしまったりとか、本当に言っていいのどうなのみたいな部分が少し若干あるかもしれないっていう感じが出ているのかな。じゃあ行きます。アドバイス、庭とワンドの2、これアドバイス。ちょっとカード引いていきますね。素晴らしい。はい、願いが叶う星とフールが出ました。まずもうこの今からの、まあ1ヶ月、まあ、2週間から1ヶ月、もうすっごい大吉で、ここが、うん、旅行とかにもしかしたら行かれるんですかね。7月から、7月ちょうど7日ぐらいからの1ヶ月が旅行とか引っ越しとか環境が変わるっていう風に出ています。もしかしたら赤ちゃんがお空の上で遊びに行ってるのかもしれない、うん、そしてその後、うん、立秋になると、はい、手紙が出ました。手紙と太陽、もうね、来ますね。赤ちゃんすごい、もう星も出てるし太陽も出てるし、素晴らしいんじゃないでしょうか。遠い未来見てみましょう。魚、魚とマンドのクイーン、リバースですね。はい、じゃあまあこれでね、まあとてもとてもいいカードが出ているので、まずアドバイスが、うん、ワンドの2のリバースと2は、こういろいろ情報を仕入れたりとか、いろいろ人に会うことっていうのはいいんだけれども、なんか逆に情報過多で悩みすぎたりとか、こう選びすぎたりするかもしれないから、こうご自分の中で取り入れれる情報はこう吟味して、なんか何でもかんでもこれもやってみようとかじゃなくって、合うもの、そうじゃないものをきちんと順番とかをつけて
やっていくといいよっていうのがまずアドバイスのような気がします。そして時期として見れば、まあ、これからの特に半月がまずものすごく夢が叶うっていうのがまず出ているっていうのと、あとこの8月ですね、この8月8日からの立秋からの1ヶ月がもう太陽、またこれもね男の子のカードなんですけれども、で手紙、嬉しいニュースが来るよとか、もうそれこそタロットの太陽って言ったら、ね、あの妊娠するとか元気な赤ちゃんとか大幸運とかそういうのが出てるので、ものすごくものすごくこのね2ヶ月は可能性が高いなというふうに出ました。今ちょっと待ってください。あと何か伝えれることあるかな。ダイヤモンドかで、ラッキーカラーが今回私が感じたのが、まあこういう白、白とかあとダイヤモンドがまずラッキーカラーになっています。そしてこのピンクもね今回良さそうだなというふうに思いました。なのでこの白、ダイヤモンド、ピンクっていうのをこの夏は色を取り入れてみてください。そして赤ちゃん自身がなんかね迷う気持ちもあるんだけど、でもママを励ましたいっていう気持ちがすごく強いママ思いの子なので、すぐアクション起こすからねっていうことを言ってくれています。なのですごくすごく楽しみに待っていてください。もう今でもね本当にもしかしたらもう来てるかもしれない、すぐ近くまで1番さんの近くに来ている可能性が大なので、とても楽しみにしていてほしいなというふうに思いました。あと働きすぎ、働きすぎることにも気をつけてください。ちょっとね体力とか精神的な面でかなり消耗が激しいような気がしました。はい、これが1番の方へのメッセージです。ね、素敵なカードが出てよかったです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、それでは2番の方見ていきたいと思います。まずお空の上で赤ちゃんがどう思っているのか、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ開いていきますね。赤ちゃんの気持ちです。はい、まず出たのが太陽のリバースが出ました。赤ちゃんちょっと落ち込んでるのかな。ワンドの9リバース、なんかこう嬉しいニュースを届けれなくてごめんねとか、ね、パパとママ期待してたのにごめんねとか、なんかそんな気持ちがするんですよね。もしかしたらお空に帰ってしまった赤ちゃんがいるのかもしれない。でそれで赤ちゃん自身もこうなんか落ち込んでるというか、その可能性があるのかな。あーでも両思いのカードが出た。カップのナイト、ね、赤ちゃんと、ね、ママさんとみたいな、ね、もうなんか、まあ、お二人あとはパパさんも含めて、きちんとなんか両思いって出てます。ちょっとカード続けますね。
うん、コインのページリバース、うん、この赤ちゃんはすごくね、あの真面目です。ですごくすごくゆっくりな部分があるのかな。だからこうささって動くっていうよりは本当にこう優しくのんびりしている赤ちゃんかなというふうに思いました。コインのキングのリバースか、これパパさんでしょうか。パパさんお仕事忙しいんですかね。あんまりこう構ってくれてないって赤ちゃんが言ってるような気がする。ちょっと赤ちゃんもう少しねパパさんの声とか聞きたいのかなって感じです。助教艇リバースか、まあ、カード続けましょう。ワンドのナイト、聖地ですね。おう、ソードのページ、聖位置。カップの4、聖位置。はい、じゃあ日、これがね、まず今回の、赤ちゃんの気持ちなんだけれども、このあたりで赤ちゃんのとてもね、こう前向きな気持ちっていうのは出ていますよ。こうね、どんなことがあっても、こう例えば何らかの障害があったとしても、それをこう乗り越えていける行動力と知性があるっていうふうに出ていて、そしてこれね、ママさんっていうよりも、もしかしたらこうおじいちゃんおばあちゃんかもしれないですね。おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんと、あとパパさんのことを赤ちゃんが言っているような気がして、なんか赤ちゃんがこう精神的にこう寂しかったりとか、もっともっとパパさんのこう愛情とかが欲しいっていうふうに言っていて、だからなかなかこう早く大きくなりたい、早くママさんのところに行きたいんだけれども、愛のパワーをもっともっと受けたらなんかね、すぐに育つことができるよって言ってるような気がするので、ぜひパパさんと、多分もうママさんの愛情はね、しっかりね、ここでね、なんかこう両思いっていうのが出てるので、こうもしかしたらこうおじいちゃんおばあちゃんなんかも含めて、こうね、早く来てくれたらいいねみたいなことをこうみんなでお話をするのもいいのかなっていうふうに思いました。とてもとても思っていて、そしてやっぱでも一番強いのがやっぱここかな。太陽のリバースが出るっていうことは、でこれがやっぱり正位置にもなる可能性あるんですよね。で今はリバースが出てるから、太陽の火が今沈んでる状態で、こう暗い状況、朝日が昇る前の状況なんだけれども、もうちょっと時間が経つときちんと日が昇るよ、行くことができるよって言ってるような気がしていて、そしてまあここにひまわりなども描かれていますが、太陽というのが獅子座を表すカードなんです。で獅子座っていうのは、まあ、7月の末ぐらいから獅子座の季節になってくるので、本当にもうちょっとだよっていうことをこの赤ちゃんは言ってくれてるのかな。あともうちょっと待ってねっていうふうにも言っているような気がする。こちらのカードも開いていきますね。はい、ここのカードではピースと、おお、はい、このカードが出てて、なんかすごく仲がいいというか、こうきちんとこう、なんか赤ちゃんとパパさんとママさんがこう手を
こうきちんとつないでる、すごく絆が強いのかなっていうふうにも思いましたし、この2番さんの中で赤ちゃんが来てくれたらあとは本当にこう健やかにお腹の中で育っていけるような気がする。そしてこれがあなただとすると後ろにもまた太陽が出てるので、すごくやっぱりこれからの季節、この太陽の季節っていうのは2番さんにとって、そして2番さんの赤ちゃんにとってもとても強運な時期なのかな。なんか元気に育っていけるよっていうことを言ってくれているような気がします。今日はねこのカードでもちょっと追加で見ていきたいので、これも赤ちゃんの気持ちで見ていきます。はい、赤ちゃんの気持ちが、おお、ポテンシャルが出ましたね。そうだよね。あ、なんかすごくわかる。この山のこう下の方にマグマがうおーってありますよね。でこのマグマがこれだけブワーってこう噴火ができるのはどうしてかっていうと、それだけのエネルギーを蓄えているから。でこの赤ちゃんっていうのも今エネルギーをしっかり蓄えていて、もう少ししたらこれがきちんとこう花開くというか太陽が出るっていうふうに言ってくれているような気がするので、この赤ちゃんのエネルギーとか強さとか、パパのところママのところに行きたいっていう気持ち、やっぱりとっても強いかと思います。とってもねエネルギーが強い子だったりとか、あと体が強い赤ちゃんなのかなっていうふうに感じました。よかったですね。じゃあ今から季節時期見ていきましょう。もう一回カード切っていきます。じゃあまずは過去から見てみます。過去、ワンドのナイト、正位置。現状、ワンドの10が出ました。未来、カップの10のリバース。そしてアドバイス、ソードのクイーンリバース。今から夏至、小暑、立秋、その先の未来っていうことでカードを出していきます。まず夏至、さあ今素晴らしい鳳凰が出ました。おお、これからの8月の7月のちょうど七夕ぐらいまでむちゃくちゃ可能性がある。そしてその後少々からの流れがコインのキングのリバース。ここのカードとね同じカードが出ましたね。コインのキングのリバース。もしかしたらご主人がお仕事がすごく忙しくなったりとか、ね、こう出張しがちとかそういうのがあるかもしれません。そしてその先、立秋はコインの3のリバース。そしてその先の未来、タワーが出ました。はい、今度はルノルマンカードも一緒に合わせて見ていきます。はい、じゃあまずは過去、ワンドのナイトと山が出ました。これが過去なんですけれども、
こう仕事がとても忙しかったりとか、あとこの2番さん自体がこう一つにこう熱中すると、例えばそれが仕事だったりとか何かだったりとか、熱中するとこうなかなか器用にこう2つ3つっていうのができないタイプの方なのかもしれない。だからもしかしたらこうなかなかこうなんて言えばいいのかな、結果が出にくかった過去っていうのがあったかもしれません。とっても、ね、頑張り屋さんっていう風には出ている。そして今がバンドの銃と鞭が出ましたね。あ、今すごく忙しいって出てます。この2番さんやっぱりね、頑張りすぎてませんか？ちょっと心配になってきた2番さん。なんか私がしなくっちゃとか、私が頑張らなくちゃとか、私が少し我慢すればいいんだとか、なんかねこうそういう感じがすごくするんですよね。で、まあここが、まあ、これが例えばね2番のあなただとすると、ドレスを着てるんだけど後ろにね火が燃えてるんですよ。燃えてるんだけど今あなたは気づかないっていうぐらい、今すっごくあの妊活のことものすっごく一生懸命頑張ってるんじゃないかな。でそれプラスなかなか結果がこう伴わなくて、こうイライラしがちとか心に余裕がなくなってしまってるっていうのがもしかしたら今かもしれない。で未来がカップの10のリバースとフォックスが出ましたね。これまあ、未来っていうことで見てるんですけれども、家族のカードと、まあ、あとね仕事のカードっていうカードと、あとあのこの家族をこうきちんと話し合うっていう必要があるかもしれない。なのでこうお互いの本音とかそういうことをしっかり腹を割って話すこともいいのかなっていうふうに思っています。そしてアドバイスがソードのクイーンとリバースと魚が出たから、これはね2番さんのカードなんですよ。ソードのクイーンリバースなんですけれども、なんかこう感情をなかなか外に出せなかったりとか、やっぱりねどうしてもね私は2番さんがね頑張りすぎてる気がする。もっともっと伸び伸びとしていいんだよっていう風にカードは言ってくれてるような気がするので、私がこうしなきゃとか私が我慢すればとかじゃなくって、2番さんにとって居心地がいい未来を選んでいただきたいなっていうふうに思います。2番さんだけが我慢する必要は全くない。でここがいいんですよね。はい、さあ、はい、ここに出たのがこれが今夏至から、まあ、7月の7日ぐらいまでの流れが大吉のカードが出ていて、鳳凰と熊が出ているので、すっごく元気な赤ちゃんだったりとか食いしん坊な赤ちゃんだったりとか美味しいものが好きな赤ちゃんかもしれません。これからの、まあ、見ていただいた時のねタイミングによるんですけれども、だいたいこの七夕ぐらいまではものすごくものすごく大吉のカードが出ました。まずここはとてもいいです。そしてその後七夕の後少々の後の流れが木ですね。木とコインのキングのリバースが出てるので、もしかしたらご主人が少し仕事が忙しくなってしまったりとか、
どっちかっていうとこうのんびり待とうっていう時期になってるのかなっていう感じがしたので、七夕以降は本当にこう気持ちを楽にしてもう家宝は寝て待つみたいな感じでゆっくり待っていてあげてください。そしてその後立秋の時は、お、手紙のカードが出ました。手紙のカードとコインの3リバースなんですけれども、だいたい3がつく、これがね立秋だから8月の8日ぐらいからなんですよね。8月の8日ぐらいからの1ヶ月よりもちょっと遅いタイミングで、もしかしたら嬉しい、知らせが来る可能性があるって出てます。焦らなくていいよっていうのもまたこのカードもねそういうふうに言ってくれている。そしてその先の未来がねタワーが出たから、おお、またクマが出ましたね。クマ、はい、この先の未来で、ちょっと待ってくださいね。ここで3だから、8、ちょうど秋ぐらいかな、秋ぐらいになるとまた新しいスタートで、それこそ本当にまた元気な赤ちゃんが来てくれる可能性があるっていうふうに出ているので、今のところこのクマがね2枚出てるので、私はこの2番さんがこうしっかり食べること、体力を温存すること、それをぜひおすすめしたいなというふうに思っています。ちょっと待ってくださいね。あと伝えられることは、このポテンシャルっていうのもしっかり栄養をとって蓄えること、これはママさんにとっても赤ちゃんにとってもとても大切で、でそして今回のもうラッキーカラーはまずピンクです。ぜひピンクをいろいろなところに取り入れていただきたいなと思います。そして私も赤ちゃんとはねこういうふうにしっかりつながっていると思うので、ここはねなんか安心してるんですよね。もうきちんと赤ちゃんとお互い同じぐらい思い合ってますよっていうことを言っているので、そこはもう安心していて、で時期っていうのはこれからこの七夕までがものすごくいいっていうのが出ていて、その後はゆっくり待っていてっていうこと、あとはこの立秋にかけてもしかしたらこの仕事のカードとお金のカードが出てるので、そういう意味で少し妊活にお金がかかってしまうとか、もしくは仕事が忙しいっていう可能性もあるかもしれない。でもしっかりまたね蓄えること、そしてしっかり食べることによって赤ちゃんが来る可能性が今度はまた秋ぐらいにも出ているので、こう可能性的にはすごく高いんじゃないかなというふうに出ています。はい、これが、ね、2番の方です、ね、太陽のリバースが出ているので、もう少ししたらこれが太陽の正位置になると思うので、前向きにどうぞ楽しみにしていてください。そして頑張りすぎないでくださいね、2番さん、そこが心配になりました。はい、これが以上がリーディングとなります。応援しております。どうぞゆっくりゆっくり待っていてください。はい、それでは3番の方見ていきます。はい、じゃあ3番の方ですね。じゃあまず赤ちゃんが今お空の上でどう思っているのかから見ていきましょう。
はい、じゃあいきますね。はい、まず1枚目ソードのクイーンリバース。これはね、ママさんのことでしょうか。今お仕事が忙しかったり、もしくはこう心がこうなかなか余裕がなかったり、なんか私はこれをしなければみたいなものがすごく強かったりっていう可能性があるのかもしれません。赤ちゃんがね、少し心配してるかもしれません。そしてワンドのページ正位置、はい、ソードの4リバース。はい、まずこの3枚から赤ちゃんの気持ちとして言えるのが、この働きすぎ、頑張りすぎっていう部分があると思うので、もっとこう自分の時間、ママさんのこう自分の時間を大切にしてほしいって赤ちゃんが言ってるのかなって気がしています。はい、カード開いていきます。はい、カップのページ、ね、ページのカードは2枚出ましたね。3番の方はなんとなく女の子っぽいイメージがあります。そしてワンドの6のリバース、ソードの2正位置。なんか赤ちゃんがね、早くこのね気球に乗っていきたいと思ってるんだけれども、まだ今すぐは飛び立てていない状況で、このソードの2っていうのが平和を表すカードなんですけれども、こうあと2週間とか2日とか2週間とか2ヶ月とか、そういう感じの時期を言ってるような気がするので、もう少ししたら旅立つことができるからねっていうことを言ってくれてるんじゃないかな。はい、そして女帝のリバース、ちょっとカードここに置きます。おお、カップのクイーン、すごいですね、ママさんのカードが。ワンドの4正位置が出ました。はい、この3番の赤ちゃんは、本当にこうとてもママ大好きかな、いわゆるママを表すカードが今回3枚出てるんですよ。3枚出てるプラス、あとはこう家族との調和、ここにようやくねパパさんのカードも入ったから安心しました。ママのことはですね、とってもこう優しくて、こう私の気持ちが分かってくれるとか、人に対してすごく親切心あふれている人っていうことで、自慢のママみたいですよ、赤ちゃんからすると。ただ最近のママが少し疲れていたりとか、こうなかなか心の余裕がなかなかこうなくなっているような感じも見えるような気がするので、自分の時間を使ってほしい、例えば美容室に行くとか、マッサージに行くとか、なんかこう新しくメイク道具を買うとかですね、なんかこうそういう自分時間の充実、それをぜひしてほしいなって赤ちゃんが言ってくれているみたいなので、どうぞこう自分への投資、金銭的なものだけじゃなくって、こう時間とそういうこうリラックスの時間、そして金銭的なものとっていうことで、贅沢な時間をどうぞどうぞ使って
ください、ご自分に対して。なんか赤ちゃんはね、その方がこうなんか見てて安心できるっていうことを言っているみたいです。そして本来のまた優しいママに戻るっていうことも言っているみたいなので、今少し心が寂しかったりとか、こうややこうギスギスしている部分がもしご自分であるなって思ったら、うん、ぜひご自分に投資をしてあげてください。こちらのカードも見ていきたいと思います。はい、出たカードが、なんかこうね、地球を背負ってるというか、非常にちょっと責任感があるタイプの方なのかなと。やっぱりね、ちょっときつそうなんですよ。で、それプラストランスフォーメーション、変化のカードが出てるので、今のこの3番のあなたの状況をやっぱりこう変化させてあげましょうと。今これだけ背負っているものを少し楽にするとか、背負ってる内容を違うものにするとか、今の3番さんには大きな変化が必要ですよっていうことを言っているようです。今日はね、このカードも使っていきます。お、よいしょ。2枚出ましたね。はい、開いていきましょう。スタンドスティールとゲートウェイか。そうなの。なんとなくね、寂しそうな気がするんですよね。なんとなくこう一人ぼっちじゃないんですよ。3番さん違うんだけれども、なんとなくこう孤独とか、こう出口がなかなか見えないっていうところがあるかもしれない。でもママ一人じゃないからねって、もう少しで、ね、きちんと私と一緒に入り口というか出口に行けるからねっていうのを赤ちゃんはね、言ってくれてるような気がする。決して一人って思わないでっていう感じかな。じゃあ時期見てみます。なんかね、本当にこう仕事も家庭も赤ちゃんのこともなんかね、こう一人で背負いすぎてる部分があるのかなって思って、じゃあ開いていきますね。まずは過去、ソードの2のリバース。はい、ここのカードと同じカードが出ました。ソードの2のリバース、ワンドの3、これ今です、正位置。そして未来が戦車のリバース。そしてアドバイスがデビルのリバース。今から夏至、七夕あたり、そして立秋ということで見ていきます。まず、はい、今夏至の時期はコインのナイトのリバース。そして七夕あたりが王皇帝の正位置。そして立秋あたりがソードの6のリバース。そしてその先の未来をワンドの4。はい、このカードと同じ家族のカード、平和のカードが出ました。非常にね、可能性があるカードです。はい、そしてここにルノルマンカード。はい、じゃあ開いていきましょう。まずは魚とソードの2のリバース。あ、ようやくこう金銭的な目処だったり、そういうものがついてきたっていう感じがしました。ようやくこう過去に
こう今から動き出せるとか、妊活に向かって動き始めたっていうのが過去の流れのような感じ。そして今ワンドノさんとクロスが出ましたね。うん、はい、ワンドノさんとクロス、うん、この3っていうのは、私はこの3番さんとご主人と赤ちゃんのこのトライアングルかと思うんですよね。で、このトライアングルっていうのは、いわゆる前世からの縁が今もつながってますよっていうことを言ってるような気がします。なので、ご縁がすごく強いっていうことを言ってるような気がする。そして未来が戦車のリバースと木が出たので、うん、これ家族のカードなんですよ。戦車、これリバースなんだけど、でも家族になれるよって、時間はかかるかもしれないし、かけていっていいんだけれども、きちんと家族の輪がつながっていくから安心してねっていうのを言ってくれている。そしてアドバイスがデビルのリバースと星、うん、このデビルっていうのがヤギ座を表すんですよね。で、ヤギ座プラス、あとですね、不眠症とか、例えばアルコールとか、あんまり良くない趣味は手放していきましょうっていうことを言ってくれてるような気がする。なので、しっかりこう早寝早起きをするとか、アルコールは控えるとか、タバコはやめるとか、それが今回アドバイスとして言ってくれているような感じで、今、はい、夏至の今がフォックスとコインのナイトのリバースが出ています。コインのナイトのリバースっていうのは、とても真面目なんだけれども、真面目すぎる部分があったりとか、なんとなく今はこう疑い深くなっているかもしれないので、もう頭で考えるんじゃなくって、まずは赤ちゃんのことを信じて待ってあげてくださいっていうのを今は言っているのかなと。そして七夕あたり、皇帝のカードとクマが出ましたね。うん、まずこの七夕あたりからの1ヶ月はご主人との関係がすごく良くなるような感じがする。そして2人ともしっかりとお食事をとって、エネルギーをたたく蓄えること、それがいわゆる赤ちゃんが来やすい状態になるっていうことを言ってくれています。うん、なんかこう愛の結晶っていう感じもするので、自然妊娠の可能性もすごく高いかもしれません。うん、これはね、ちょうど7月の7日ぐらいからの1ヶ月がすごく可能性が高いです。そしてその先、ソードの6のリバースとワンちゃんが出ましたね。ソードの6のリバースっていうのが、まあ、ソードの6、これ船のカードなんですけれども、まあ、それがリバースで出てるので、なかなかこう道が見えなくて不安になるかもしれないんだけれども、仲のいい例えば友達とか、例えば同じ妊活仲間とか、最近赤ちゃんが生まれた人とか、そういう人に会ってエネルギーをもらうっていうのも良さそうです。あとは実際にワンちゃんとかペットを飼い始めるのもいいかもしれないっていうことを言ってくれているようです。焦らなくて大丈夫です。そしてこの先の未来にワンドの4と船が出ました。まあ、これがね、この立秋から後の未来で出てるんですけれども、環境が変わった時、
旅行に行った時、引っ越しをした時とかに家族のこう調和が取れるというふうに出ているので、やっぱりいずれどこだったかな、ここでもバンドの4の、ね、正位置が出て、家族とか平和っていうカードも出ていたし、ここの未来のカードでも、これ戦車のカード、戦車っていうのは家族を表すカード、いずれ家族一つになるから大丈夫だよって言ってくれているので、このカードとこのカードもイコールになるので、なんかもう全然心配する必要はないなっていうふうに思いました。ちょっと待ってくださいね。で、まず3番の方のラッキーカラーはグリーンです。グリーンがとてもよくって、あと自分だけで背負おうとする必要はない、むしろこの負担をぜひ軽くしてあげてくださいっていうふうに言っています。そして赤ちゃんは優しいあなたがとても好き、そういうふうに言ってるので、もう自分だけで、ね、頑張ろうとする必要は全くないよと。そして赤ちゃんはね、カードはここで家族になる、ここでもねきちんと家族になるっていうカードが出ていて、なおかつこの週節じゃなくてごめんなさい七夕からの1ヶ月の流れがねすごくいいので、まあ7月からの流れがすごく可能性が高まるというふうに出ているので、ぜひ楽しみにしてみてください。はい、これが3番の方へのメッセージです。どうぞ楽しみにしていてください。応援しております。